マウシマウシエブリバ d y 本日の動画は、ただの英会話レッスンではなく、接客英語について少し語っていきたいと思います。実はですね、僕自身はカナダに27年間住んでまして、飲食経験がなんと12年間あります。で、その12年間の中では、働いた場所が、まず、Goo i ニ a k a y a k i n t カ n Ramen r ー o j i Izakaya オンタリオスプリングワーターサケー t ンパニー Kinka Izakaya この中でダントツ長い間働いてたお店がこの Kinka Izakaya っていう場所です Kinka Izakaya では、えっと、ホールマネージャーもやらさせていただいたので主にやってたことはまずは採用担当カナル人に対しての接客のコーチングバイブスリーダーっていうのをやってました居酒屋だったのでジャパレスっていうカテゴリーにカテゴリーにというカテゴリーにカカカ ジャパニスズィーキャテゴリーに入るので、日本から来てるワーキングホリデーの人たちを結構採用してました。で、まずやっぱり日本人はやっぱこう接客スタイルが海外のスタイルと全然違うので、どうしても日本人がカナダの飲食で働いたらガチガチなサービスになっちゃうんですよ。カナダ人としてガチガチのサービスを受けたらすごく心地悪いんですよ。とりあえずこの動画を見る前に日本で学んだ接客のやり方、すべて 忘れましょう僕が飲食で使ってたワンフレーズなどをちょっと教えていきたいと思います。まずはファーストコンタクトからいきたいと思います。日本であれば、まあおそらく、 失礼いたしますオーダーの方はよろしいでしょうかみたいな感じに行くと思いますがそれは超 NG です。ガチガチすぎてなんかそんなサーバーが来たら別にオーダーしたくありません。僕はこんな感じなファーストコンタクトをしてました。Hey everybody, my name is Rio. I will be your server for today.、Uh, I just want to let you know about our special for today. We have this, 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 and this.And for drinks, we have this, 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 and this. yeah so just let me know when you're ready. Take Abinomaska Kuna kanjin S scout a mukato. ここに注目するポイントは何個かあります。まず、ファーストコンタクトでは自分の名前を紹介しましょう。もしもお客さんがあなたの名前で呼んでくれたらあなたの勝ちです。名前を呼んでくれてる段階でもうすでにそこのやっぱりリレーションシップができるわけなので、そこで売り上げも上がる可能性もあります。チップも上がる可能性もあります。リピーターになってくれる可能性もあります。二つ目のポイントは、その日のスペシャルを おすすめしましょう。もしお店にスペシャルがないのであれば、まあ、とりあえずメニューにある、えっ、ー、と、一番高いものをおすすめしちゃいましょう。理由としては基本的にはカナダ人は最低限でもお会計の10%のチップはくれるので、まあ、本当に単純な計算をしましたら、まあ、10ドルの商品を買ってもらえれば基本的には1ドルもらえます。20ドルの商品をおすすめすれば2ドルを。 もらいますでもそこでフレンドリーな接し方をして仲良くなってくれたら20ドルの商品でも10ドルのチップをもらえるときなんか全然ありますアメリカだったら最低限確か15%を払わなきゃいけないのでもっとお金が入ります次は実際オーダーを取る英語を紹介したいと思います Okay, you guys ready to order?Okay, what can I get you guys? Alright, what can I get good go? good? good? to go? We good? you? You You're ここにまず注目を当ててくださいまずはボディーラングエージ手を使う表情を使う日本人によく突っ込まれるんですけどって話す時で手めちゃくちゃ使うよねバゲロめそれがコミュニケーションの一つやねん逆になんで手使わないのってすごい思うんですよねどん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 使っていってくださいもう一つ重要なポイントはアイコンタクトです日本人はコンビニとか行ったとほんと目見てくれないし 行っててもほんと目見てくれないしそんななんかこうストーカーみたいにさ、こうガンミしろって言ってるわけではないので、日本人が得意なえ空気を読みつつ、アイコンタクトを取りながら話してください。それではさっき言った僕自身の口癖をこちらに。 まとめました。スクリーンショット、撮っちゃってね。次に教えたいのは、カスタマーケア。日本でしたら、まあ、基本的には、あ、すいません、みたいな感じで手を開けてお客さんから、もう直接サーバーの方を呼ぶんですけど、これは、北米の人からしたらすっごく失礼なことです。なので、基本的にはお客様は、サーバーのことは絶対に呼びません。お客様の様子を伺うのは、サーバーの仕事です。北米での飲食で働く暗黙の了解のルールの一つなんですが、 15分には必ずお客様に話しかけてください。僕自身はこんな感じな英語を使ってました。今使った英語を全部すべてまとめました。もしこのような動画をもうちょっと見たいなと思ったら、いいねボタンを押してください。えっ、ー、と逆に、 えーっとこれがために全く何のことバカ野郎みたいな感じだったらあの悪いねボタン全然押しちゃって大丈夫なのではいよろしくお願いしますまあこういった英会話講座他にもありますので上の方のリンクからもし興味あればお願いしますそれでは本日のご視聴ありがとうございますまた次の動画でよろしくね <music>